のではなく、直接手のひらで、はい、豆まくときにわざわざ青鬼私の横に来て、みんなもう豆を待ち構えてた、構えてる人たちがみんな笑ってね、こっち見て何笑ってるのかなと思ったら、私が赤い服着てるんで隣にぽっつり青鬼がいてね。でも今日豆まくときにもうそれを見てしまう、赤鬼青鬼だなと思って、まあ、もう本当にもうまっすぐね、自分が歪まずまっすぐ頑張っていかなくちゃいけないなと改めて思いました。はい、せーの、はい、楽しいね、ありがとうございました、お疲れ様です。